こんにちは、ゆくしゅんです。今日はですね、2人の音大受験エピソードを話していきたいと思います。まあ新学期ということで、多分ね、3年生とか2年生とかは進路どうしようとか結構考え出す時期だと思うので、みさちゃんに関しては音高出身なので音高の受験エピソードも聞けますか？はい聞けるそうです。私もあの吹奏楽の楽器推薦エピソードをお話しできるかなと思うので、ちょっとそれぞれ高校受験と大学受験と音大音高目指すとしたらどんな感じで進めていくのみたいな話をぜひ今日はお話ししていければいいなと思います。じゃあまず高校の話からする。わかりました、うん、高校受験のお話、はい、どんな感じだったんですか音高？私は、うん、結構昔のことだからちょっと曖昧になってたんですけど、うん、確かその課題曲があったんですよ。うんうんうん、まあそうだよね、大体。そうそうそう、大学と似てるんですけど、うん、課題曲を演奏して、うん、あと楽天のテストがあった気がします。うん、もうそのレベルなんだもん。え、だった気がするんだけど。あれ違ったっけな。え、わかんない。なんかこういう本をね、音高に入ってもね、その本勉強するんですけど。あ、そうだね。うんうんうん、その方にやった気がします。あと、うん、スケールとかもあった気がするな。あ、楽器の、そう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 、誰かさらしろとかね。そうそうそう、あれですか、当日指定ですか？当日指定じゃなかった気がします、うん、はい、決まってる、うんうん、何やったんだろうね。え、でもそんなに難しくない調だったと思うけど、ね、あ、そうなんだ、うん、シンプルな調整。そうそうそう、スケールと、うん、課題曲は何？課題曲がね、おそらくこれだったと思う。そうなんだ、うん、え、音高のだったと思う。あ、そうなんだ、へえ。これはサックス奏者は全員見たことあると思うんですけど、 ラクールっていう教本ですね、はい、西洋音楽を勉強するならみんなは一回は通ってるんじゃないかな。クラシック入門って感じですね。え、なんかその音高受験するにあたってレッスン通ったのしました。あ、したんだ、はい、どういう感じでレッスン？高校のサックスを教えに来られてる講師の先生、うん、確か体験に何かあるじゃないですか、高校で体験。ああ、オープンキャンパスみたいな。そう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 、うん、そこで、うん、確か私が体験レッスンみたいなのを受けた時に担当だったのが先生の代わりの人だったんですよ、たまたま、うん、そう、代わりの人が来てて、その人に高校入る前に習った先生の連絡先を聞いて、うん、高校で教えてる先生 あのレッスンを定期的に受けて、うん、高校入学に至ったって感じです。なるほど、はい、じゃあ中学生の時に高校のオープンキャンパスで、うん、教わった先生に自分から連絡を取って、うんうんうん、入り始めて、で習いながらそうです、を受験したみたいな。はい、なるほどなるほど。あとピアノとかなんですか？ピアノだったかもしれない。めっちゃ色覚えない。そうなんだ。そう、なんか大学と混じっちゃうんだよね。でも確かに確かに。あんま苦戦しなかったのかな。あ、ね、そうかもしれない。ピアノもともとやってたもん、ね。うんうん。もしかしたらなかったかもしれないけど。うんうん、曖昧ですみません。すみません。なんせね、もう12年前だから。そうね。ちょっと恥ずかしい。10年前か。やばいよね。やばい。中学の受験とか言ったら13、15か。うん、15だったっけ。マジで10年前だね。やばい。辛いな、なんか。すみません。すみません、族。という感じで。まあ、高校はそんな感じで、はい、うん、私はね、全然音高とか行くつもりなくて、かなんかその選択肢があることすら知らなかった、うんうん、音楽専門でやるって全然思ってなかったんだけど、あ、吹奏楽部を続けたいなって割と中学の時から思ってて、うん、そのコンクールが強い吹奏楽部に行くか、うん、演奏会が楽しい吹奏楽部に行くかすごい悩んで、演奏会がすごく楽しい高校を選んだ。あ、そうなんだ。コンクールが強いんじゃなくて、なんか楽しい演奏会やりたいなと思って、なんかそれこそ私が通ってた高校はマーチングとか、うん、まあ、普通の吹奏楽もそうだし、パレードとか、うん、あとなんか音楽劇みたいな、音楽劇ってどんなことやるんですか？え、なんかね、絵を
動かす、なんかブラックライトをこう光らせて、でブラックライトに反応する素材で絵をでっかい絵、なんかもうこんぐらいのでっかい絵を描いて、でその絵を動かしながら役者役の人たちがブラックライトにすること光る。私の年だったら白雪姫やったんだけど、白雪姫の衣装を着て小人たちを動かしたり、その絵は、うん、自分たちの部活のみんなで、そう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 、だからめっちゃ大変だよ、その吹奏楽部なのに演技、うん、だからなんかの役者みたいなこともやるし、うん、その絵の制作から動かすのから、うん、ブラックライトの後ろのこの幕張みたいな黒いさ、うん、真っ黒の背景にしないといけないから布をこう引っ張り続けないといけない、そういう係の人もいたりして、そうそう結構大掛かりにいろんなことを、まあそのね高校を選んだんだけど、なんか中学の頃ある程度部活内部活の成績があると、あったその話あった、やっぱラッキー成績みたいな、あんまり視野になかった中学の頃、中学の頃ないね、あないんだ、うん、なんか結構その吹奏楽がこうがっつりやってる中学だと、そういう楽器先生の話とかがいっぱい部活の中では来るんだよ。そうなんだ。そうそうそう、だからちょっとラッキーみたいな勉強しなくてもさ、うん、楽器の推薦で、ね、高校に入れちゃう、そう実は入れちゃうっていう、そうなんだ、そう、まあ、だけど、うん、私のお母さんはそれすごい失敗して、うん、例えば高校入ってから部活が合わなくて、うん、辞めちゃうとかになった時に、学校に居場所がさ、楽器先生だけで入るとさ、勉強その自分よりレベルの高い高校とかだったら大変だから、うん、それがすごいお母さん心配して、うん、私の場合その行きたい高校が割と、まあ、まあまあ半分以上頭いいとかで、うん、普通よりは頭いいとかで、私全然頭良くなかったから、部活辞めても高校生活楽しめるように、その高校の学力推薦の基準の成績まで上げてって言われたで、私その時そう当時さ、オール多分3とかだったんだよ、あの成績全然普通みたい な, たい、ないや、それをオール4ぐらいにしないといけなくて、そうなんだ、そうでももう必死で最後の、自分もそれはそうだなって思ったから、うん、そのまださ全然固まってなかったから、うん、その時頑張って最後の1年で内申点10点上げてすごい、やばくない、頑張ったねまあでも本当に何もしてないところから何か下になったから、その0から100みたいな頑張りだったからさ、もともと何もしてなくてオール3ぐらいだったから、何かしてちゃんとオールようになって、そう学力推薦でもいけるようにしてから秋推薦に行ってっていう感じで、そう、それが私の高校受験エピソードですねそう、まあ学期推薦の高校受験は一応形的には筆記試験も受けるけど、その筆記試験の前に楽器の実技試験があって、うん、私もね、スケールと、うん、なんか10曲とか、なんか1曲得意な曲をって言って練習してったんだけど、当日行ったら一番自信がある、今まででやった曲の中で一番自信のあるワンフレーズを吹いてって言われたの。だから全然違うことをやったんだよね、すごい当時。それで見たドキドキした記憶も、予想外のことが、予想外でした、とても。そういう感じが高校受験のエピソードですあ、そこからね、まあ、大学の話に行くんですけど、私たち2人とも、まあ、同じ大学